皆さんこんにちは。今回紹介するのは日本のファッションモデル、グラビアアイドル、女優の三好彩香さんです。1996年6月18日生まれ、埼玉県川越市出身、アミューズ所属。小学1年生で読者モデルとなり、小学3年生の時に原宿でスカウトされて現在の事務所アミューズに所属することになりました。小学1年生で読者モデルって何ですか？しかも小学3年生にスカウトって、私も今からまだ見ぬ原石をスカウトしてきます。ニコプチの事務所オーディションに合格し、ニコラ2008年7月号の別冊、2008年ニコプチ夏号に初登場します。2010年6月号のニコプチをもって専属モデルを卒業しました。この時まだ中学生ですよ。キャリア形成早すぎませんか？さすがの超絶美少女だったということでしょう。そんな生まれた時から勝ち組確定超絶美少女みよっちゃんの3サイズは最後に発表しますので、皆さんも息子をいち早くデビューできるようにしてください。2010年4月にアミューズのキッズ事業室から開校したアイドルグループ桜学院の初期メンバーとして活動を開始します。2010年8月18日ミスセブンティーン2010に合格し、セブンティーンの専属モデルとなります。2012年3月25日義務教育終了に伴い桜学院を卒業します。義務教育終了まででの実績がものすごいですね。まあ私の息子も卒業するまでに数々の女優さんを愛することになるので互角といったところでしょうか。ちなみに同年、映画グッモーエビアン旅立ちの島唄15の春の演技が評価され、第67回毎日映画コンクール及び第35回横浜映画祭で新人賞を受賞します。いや、もうすごすぎでは。小学3年生のみよちゃんをスカウトした人は変態不審者さんではなくて、ガチな有能スカウトマンだったようですね。その後も数々の作品に彩りを添え、2019年、主演作ダンスウィズミーが第22回上海国際映画祭から上映部門のオープニング作品に選ばれます。そしてその時にレッドカーペットデビューを果たしました。2022年ティファニーの日本初のブランドアンバサダーに就任したり、2024年6月には TikTok の東方フィルムフェスティバル2024の公式アンバサダーに就任します。いろいろ就任しててすごいですね。私はまだ無職なのに。そんなみよっちゃんですが、特技はダンスと韓国語です。韓国語は流暢に話ができるようですね。ただ視力は悪いようですね。視力が悪いのなら、どさくさに紛れて私の息子をゴロンしてもバレない可能性が微粒子レベルで存在しますかね。1か8かにかけて見たい気持ちが息子と共にムクムクとしてきました。古本、また河野沢さんととても仲が良く、このコンビは2人で腕を組み合わせハートマークを作るポーズの生みの親です。ファンの間ではミヨマナポーズと呼ばれているようですね。じゃあ私の息子ともポーズを組んだ時はなんて呼べばいいんですかね。有識者の方教えてください。それでは最後にみよっちゃんの3サイズを発表します。上から82、60、90で、カップは C カップとの予想が多いようです。身長 170cm 超えにしてウエストのサイズが 60cm というのは驚異的ですね。ということで今後も目が離せない、活躍されること間違いなしの三好彩香さんをこれからも応援していきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは素敵な女性のエピソードを紹介するとともに、えりすぐりでちょっとエッチな写真も交えて紹介していきます。この動画を見てカチカチのホームランバーになってしまった方は、ぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではこの後は三好彩香さんとの2人っきりのお時間をお楽しみください。ではまた次の動画でお会いしましょう。